つ。その日を飛び越して来い。そしたら、そしたら。それまではいかんのや。さあ、海で拾ったんや。のと約束した印に。大切にする。そうか。そうなんよ。あ、待って。あの人が初江さんなんだわ。千代子、千代子、千代子、安生さんよ。いや、近くまで来たんで久しぶりに東京の話でも聞かせてもらおうと思ってね。あったわ、初江さんって人に。深い仲ね、新次さんと。な、何やって。水の乏しいこの島では泉からの水汲みは女の仕事であった。脅かそう思ってそっと近づいたんやが。なんだってこんなところに。ちょいと鵜の匂いがあったんや。あ、何すんねん。まあ、ゆっくり話せやな。おとなしい言うこと聞かんと後が偉いぞ。何すんのや。手離せ。
真嗣とのことバラされたくなかったら言うこと聞くんや。なや真嗣とのことって。とぼけなや。俺を出し抜いて真嗣と乳繰り合うたくせに。アホいいな、何もせん。俺みんな知っとうぞ。三日の日に真嗣と山行って何しとって。ほらみ、あこがった。なあ、俺とも同じことしようや。なあ、熱い。熱い。いや、熱い。何もせんよってなあ。初え親父に告げ打ちすんのやろ。そやろなあ、頼む。どないしたら言わんでくれんね。水汲んで私の代わりにうちまで運んでくれたらな。ほんまか。ほんまや。ヘルジーは怖いよってな。よっしゃ、わかったわい。水汲みでも何でもやったるわい。次の日は真嗣の弟ひろしが修学旅行から帰ってくる日であった。なんやて、あの真嗣のやつが。ほんまか。ああ、ほんまや。真嗣のやつ、俺たち出し抜いてな、初江とうまいことしてしもうたんや。ほんまに。ああ、へえ、あいつが。真嗣も隅に置けんら。まあまあ、お母ちゃんにまでお土産よ。おおきに。なあ母ちゃん、兄ちゃん初江さんとうまいことしてしもうたって言うとったけど。なんやって。ヒロシ、うぬ、それどこで聞いてきた。みんな噂しとうとよ。けどうまいことってどんなことやね。アホ。けど宮田のテルジーも猛録したもんやな。あんに娘を傷物にされても気がつかんたな。せやけど真嗣のやつ、ほんまにうまいことやりよった。テルジーの知らん間にあっさり油揚げさらいよったな。何すんだよ。悪い噂のことを知っとうか。あの娘のことで一緒に寝たんか。寝とらん。ほんまや。せやったらええけど気ぃつけや。世間はうるさいよってにな。だが狭い島である。噂は瞬く間に島中に広がっていた。ほんまにくぼんとこの真嗣とかい。
にあたさんおられるかな。まあ、おばさん。お父さんに話があるよってに取り継いでおくんない。はい。あの、父さんは会わんと言ってますけど。何？会わん？貧乏御家には会いたないというのやな。無知の神事は噂のようなことはしとらんぞ。それを言いに来たんや。初江が神事とのことで家の中に閉じ込められてしまったという噂は千代子の耳にも届いていた。千代子は自分の告げ口の結果に驚き、嫉妬の罪に深く傷ついていたのである。新次さん。ああ、大長さんのお嬢さん。早かね。私今日東京へ帰るの。さよならを言おうと思って。新次さん、私醜い？え？醜いわね、私。何？美しいがな。嘘。ほんまや。新次、そろそろ出るで。ほんまや、お嬢さんは美しいがな。ほんまや。あの人は、新次さんは私を美しいと言ってくれた。嫉妬から告げ口をした醜い私を。新次、わしが今朝照爺のうちの前を通ったらの、わしはこの年になってつけ踏みされたか思うて、ええ気分で見たらよ、残念ながらお前の名前じゃったでよ、持ってきたがな。おきに。まだ暗い布団の中で大急ぎでこの手紙を書いています。あの噂以来、父さんは新次さんが寮から帰って翌朝また寮に出るまでの間、一歩も私を外に出さないようにしてしまいました。でも私はいつかきっと私たちのことを父さんに分かってもらうつもりです。日々が続いた。そして事態は急変した。宮田照吉の持ち船歌島丸の船長が島にやってきたのである。島の若者の中から見習い船員を2人選ぶためであった。いや、さすが青年会の支部長やな。そや、あの歌島丸の乗組員に選ばれるなんてよ。まあ、僕は別に船乗りになりたいわけじゃないけど、宮田の照爺がバカに僕を気に入ってるらしいからね、仕方がないのさ。で、後の一人は誰なんや？アホ、知るかそんなこと。新次、船長から話聞いてわしも大乗り気なんや。何、タコ漁の方はわしらでなんとかする。お前の将来のために喜んで受けたらどうや。では、何卒よろしくお頼み申します。これで決まった。いや、お前がええ船乗りになるいうことは、照爺も認めとったぞ。え？お前の名前出したら照爺、
一も二もなく承知じゃったからの。おばさん、あのお願いです、これを新次さんに渡してください。まあそんなに名号はかからんと思うが、青年会の方は頼むわ。新次、これ。新次、はよ乗らんか。新次たちの乗った歌島丸はスクラップを積み込むため沖縄の港へ入港した。石垣島付近を北上中であった台風系統、その後勢力を増し、まもなく沖縄本島を縦断する模様で、付近の船舶は近郊に避難しています。いかん、歌島丸を直撃するぞ。うちの人譲りでこの島をご回りも泳いだことがある、泳ぎ出しじゃないや。やった、これで大丈夫だ。命綱を張れ。この神事の働きは無線で伝えられ、帰る前からすでに島中の話題の中心となっていた。神事さん、
初恵。新次さん。ああ新次、見せてくれるじゃないか。初恵の婿になるのはこの俺やぞ。東京の千代子からの手紙で全てを知った東大長夫人は、新次と初恵のために宮田照吉に掛け合おうと決心したのである。初恵の婿の話ならもう決まっとる。聞いてます。でも初恵さんは川本の安男さんではなく新次さんの方を。だから言っとる。初恵の婿になる男は新次や。わしは船長に頼んでどっちが見どころのある男か試してもろたんや。ああ結果は知っての通り、男は気力や。新次はその気力を持っとんのや。俺な、二十歳になったら会議免状取る。死んだ親父のように船乗りになろう思ってる。そしたら式を挙げてもええな。これ覚えとる？覚えとる。一つ見えない悲しみ。